どうも皆さん、こんにちは。下釜です。今回ですね、質問回答動画となっております。はいはいはい。ですね、まあ、日持ちに関するね、質問だったんですけれども、まず質問を読み上げますね。結合水の、はい、多いパンは食べ頃が焼きたてより時間が経った頃、つまり日持ちのするパンっていうことですが、はいはい。では、水分の非常に少ない乾パンなどはなぜ日持ちがするのでしょうか？っていうね、こういう内容の質問でございました。はいはい。まあだから、水が多いやつが日持ちするっていう表現もするときあるし、逆に乾パンみたいに非常に水分が少ないやつっていうのを日持ちがするっていう表現をすることもあると。だからこれ矛盾してるじゃないかっていう、こういう質問ですよね。はいはい。まあかなりね、言葉のこう、あやというか、そこをついてきている質問ではあるんですけど、まあ結構疑問というか、これに混乱する人多いんじゃないかなと思いまして、今回はね、これをまとめていきたいと思いますということです。はい。まあこれね、日持ちに関する認識として非常に大事な話かなと思いますので、パンに限った話じゃなくて、食品の賞味期限とか、消費期限とか、やっぱり結構混乱するじゃないですか。ここら辺をね、正しく理解するためには、まあ、重要なところかと思いますので、まあ、ぜひね、まあ、これ関係ないって人は多分いないと思いますので、そういう、まあ、食品の保存とか、保存期間とか、保存に関する話、はい。まあ、ここら辺がね、まあ、ちょっと混乱するなと、完璧じゃないなと思う方は、ぜひね、聞いていってほしい内容となっておりますというところで、今回ね、日持ちって何っていう、テーマで話していこうかと思うんですけど、はい。これね、ちょっと、まあ、辞書で引いてみました。そうするとですね、食べ物が腐らず、ある期間持つことというふうに書いてありましたね。はいはい。まあ、この定義で言いますと、まあ、つまりは、なんだろう、カビ拭いたりだとか、まあ、菌が繁殖して食中毒になっちゃったりとか、まあ、こうならない以上は日持ちしてるっていうふうに、まあ、認識できるわけなんですけれども、ね、微生物とか悪さしなかったらっていう、腐敗しなかったらってことになるんですけれども、じゃあ、でもね、類義語にこうも書いてあったんですよ。賞味期限って、はい。これね、矛盾してるの分かりますかね。腐らずにある期間持つことの類義語として賞味期限って書いてあったんですよ。日持ちの意味としてですね。はい。で、ちょっとね、整理したいんですけれども、はい、これ賞味期限っていうのは、あくまで美味しさを保つ期限のこと。で、まあ、賞味期限っていうのは、まあ、あれですね、食べれなくなるんですが、こっちの方が腐敗するっていう期限のことですよね。腐敗したりとか、もう明らかに健康を損ねるような状態になるのが、まあ、消費期限なわけですけれども、その腐らずの期間と、この美味しさを保つ期間っていうのが、この日持ちっていう言葉の中に2つ混在しちゃっているっていう状態が今の現状なんですよね。だから日持ちっていうだけじゃ、ただ食べれなくなるのか、美味しく食べれなくなるのか、それとも食べ物、食品として手をなさなくなってくれ、だから人間にとって毒になっちゃうっていう状態になるのかっていう、どっちの状態なのかが日持ちっていう表現だけじゃわからないっていうのが現在の、まあ、日本の状態ということですよね。言葉の意味として、はい。なのでそもそもまずその日持ちっていう言葉を使うときに、その日持ちっていう言葉が、はい、まあ、食品の美味しさを保つって意味の日持ちなのか、それとも食品の安全性ですね、これを保つっていう意味の日持ちなのか、これを考える必要がありますよね。はい。ですから今回の質問で、まあ例を挙げて言いますと、水分をたくさん持ったパン、これが日持ちがするっていうのは、美味しさを保つ、賞味期限の意味での日持ちですよね。で、乾パンの方ですね。乾パンの方、水分が少ない乾パンがなぜ日持ちするのかっていうところを考えると、ここの乾パンでいうところの日持ちは、賞味期限じゃなくて、この消費期限の意味での日持ちということになります。はい。ですので、まあ、そもそもまず、どっちの日持ちの意味を用いてこれ使われているのかっていうのを、こう文章を読むときに、まあ、あるいは言葉で聞くときに自分で判断する必要があるっていうことですよね。どっちで使われているんだろうと。はい。で、まあそれは分かったけど、じゃあどっちで判断したらいいんだよっていう話ですよね。判断基準をくれよっていうことですね。何で判別したらいいのっていうところですけども、まあこの水の多いパン、こう、乾パン、ね、この2つで、例を挙げていますけれども、
水の多いパンの方で、まあ、日持ちって言った時に、まあ、賞味期限の意味だってことは言いましたよね。まあ、つまりはパサつかなくなる。パサつく、うんと、パサ、しっとり感、まあ、というか、柔らかさを保てる期間の意味で、水の多いパンとか、まあ、普通よ、パンの状態の時は使われているわけですね。まあ、この場合、消費期限の方になると、カビが生えたりだとか、こういうことになってくるわけで、で、乾パンの場合で言うと、日持ちって言ったら、やっぱ保存性、安全性のことを、まあ、考えて言われるので、まあ、これは消費の方っていう意味。で、逆に賞味期限の場合、で、どうなるのかというと、乾パンの場合、ちょっと逆で、今度は、しっとりすると今度、賞味期限を失うということになるんですよね。これは、まあ、なぜかというと、はいはい。なぜ、水が多いパンが、かさつくと、賞味が薄が失われる。乾パンの方が、まあ、しっとりすると、賞味が失われるっていうふうに、まあ、表現するかというと、まあ、これですよね。そもそも持っている水分の量の違い。っていうのがありますよね。パンは大体 30% ぐらい全体にね、まあもちろんパンの種類によっても変わりますけど、水分を持っているんですね。はい、対して、乾パン。こちらは 5%。たったの 5% ですね。水分 5% しかないんですよ。で、この 5% って結構重要な数字で、実は微生物が繁殖できなくなる水分量がちょうど 5% 以下なんですよね。だからね、乾パンって意図的に 5% にしてあるんですよ。うん、だからそもそも乾パンって保存を目的にして作られてるものじゃないですか。ビスケットとかクッキーとかと一緒で、もうそもそもが、パサついているっていう状態がまあデフォルトなので、はい、これが損なわれるってどういうことかって、乾パンの状態じゃどうなくなるってどういうことなのかっていうと、まあ、水分この 5% が増した時っていうことになるんですけれども、ただパンの場合でいうと 30% 含まれている。この 30% 含まれているのがパンであるっていう定義があるので、これが減った時ですね。この減った時に賞味が失われるというね、この水分量、持っているそもそもの水分量でこの賞味が変わってくるのが失われた時か増えた時かっていうのがそもそも変わってくるんだよっていう話と、で、まあ、なので、まあ、そもそも水分量が多いパン、これに関しては、乾燥しづらいパン、のことを、まあ、賞味期限の意味で日持ちが良いパンというふうに呼びますし、乾パンの場合、こちらの方は、まあ、腐らないという意味で保存が効くということで日持ちが良いというふうに使っているっていうことですね。まあ、乾パンが、なんていうか、パサついているってクレームをつけることは基本的にないじゃないですか。だから水分量がこの日持ちどうのこうの決めているというよりは、日持ちという言葉にその商品の品質を保つっていう意味、保ってる状態っていう意味と、あと腐らない状態でっていう意味、この2つがあるっていうところがあって、どっちの意味で使われているのかなと、はい、パンの方で言うと美味しさという意味で日持ちを使われていると、乾パンの場合で言うと長期間保存できるよっていう意味で日持ちが使われている。ここら辺が、まあ、分かってくると、この日持ちで混乱したりとか、賞味期限、消費期限で混乱したりすることがなくなってくるかなと思いますね。はい。だからね、今回の質問、そもそもね、やっぱり言葉ってそんなに万能じゃないので、まあ、しっかりどういう意味合いで使われているのかなっていうのを理解するのが大事なのかなというふうにね、まあ、いろいろ説明させていただいている、ことがありますので、自分ね、最近そう思うことが多くなっております。今回のね、日持ちの意味をね、調べたときにね、こう、食品の安全を管理する上で、この日持ちっていう言葉の、まあ、統一化っていうのを測りましょうみたいな感じのレポートがね、ネットで探してたら出てきたりとかしてですね。うん、一発的に賞味期限っていう方が、まあ、浸透しているから、まあ、消費期限の表示じゃなくて、賞味期限の表示で、こう、統一した方がいいんじゃないか、みたいな感じの、こう、提言するようなレポートとか、そういうのが出てきたりとかして、そもそもやっぱり言葉ってまだ定義が不安定なもので、うん、個々人がしっかり理解していくのが大事なのかな、というふうにね、今回の質問を受けまして、自分もね、まあ、改めて思いましたというところで、はいはい、今回はそれで、まとめとして終わりにしたいかと思います。はい。一応最後にね、もう一回確認しましょうかね。パンの方が水が多いやつを日持ちするっていうのは、つまりは、これですね、美味しさが長続きするよと。この 30% 保ったような状態っていうのは、長続きすることができますよということで、まあ、日持ちがしますという
水をたくさん含んだパンが日持ちがしますという話をします。はい、で乾パンの方が日持ちがするっていうのは、まあ、そもそも元から 5% っていうふうにして、菌が繁殖しないような状態で作っている食品なので、その状態を保つことができる商品ですので、この乾パンは、はい、日持ちがしますよと、そういう表現をするという話ですね。はい、が、今回の、質問の回答といたしますということです。はい、以上、今回の質問回答でございました。いかがだったでしょうか。はい、まあ、こんな感じでね、ちょっと答えにくいやつにはね、こう短いやつでバーってね動画撮ったりとか、まあ本当に、ね、簡単な質問にはコメントでさって文章で答えたりとかしております。はい、こういうパンに関するまあ食品に関するね質問でしたら結構受け付けておりますので、はいはい、ぜひ気軽にコメント欄で、いただけると嬉しいです。はい、あとは、まあ、なんかね、その他、もっと早く聞きたいよという方がいらっしゃいましたら、日曜日にね、生配信行っておりますんでね、8時から10時、夜にやっております。そちらいただける、来ていただけると、すぐにお答えできますんで、よかったらご参加ください。はい、ということです。宣伝も終わりましたので。はい、では、今回、これで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた、お会いしましょう。皆さん、良いパン作りを。バイバイ。